吸ってて出ていいのかな、マスクとかした方が、うん、もう手遅れか。ずいぶんと長いこと待たせたな。はい、どうもこんにちは、のいちです。今日なんですけども、久しぶりに橋本環奈の動画ということなんですけども、今日はなぜそんなような動画を作るかと言いますと、こちらなんと僕のツイッター久しぶりにバズりましたよということで、何でバズったかと言いますとですね、なんと橋本環奈さんのすっぴんめちゃめちゃ可愛いよとツイートしたわけなんですよ。そしたらそれに結構反応があってですね、バズったという形なんですけども、はい、今回は、そんな橋本環奈さんのすっぴん、そして他の女優さんたちのすっぴん画像はどんな感じなのかっていうのを調べてみたんで、今回は紹介していこうと思います。それでは行きましょう。はい、まず今話題の橋本環奈さんのすっぴんなんですけども、こちら、あの橋本環奈さん見てますか、この動画。僕と結婚してください、お願いします。お願いします、結婚してください。いや、もう神様が本気出しすぎでしょ。いや、もうどうやったら人間は橋本環奈になれるのかっていう、もう論文がもうできちゃうぐらいのもう可愛さですよね。はい、あの言ってることは意味不なんですけど、あのそれぐらいもうほんと可愛いと、まあ、いうことで、めちゃめちゃ僕もうやばいっす。はい、そして広瀬すずさんも、僕すっぴん画像を調べてみました、こちら。え、ちょっと待って、あ、間違えた、オカリナだった。はい、広瀬すずさんがこちら。分かってたよ、あの広瀬すずさんとか橋本環奈さんとか全然化粧濃いイメージないじゃないですか。やっぱそうだった、もう可愛いよ、もう無理、もう無理、僕もう無理です、無理です。あのどっちを選べばいいか分かりません、どっちを選べばいいか分かりません。さあ、続きまして本田翼さん調べてみました、こちら。どうしようかな、俺明日から本田翼推しになろうかな、俺明日から本田翼推しになろうかな。ちょっと可愛すぎでしょ、本田翼ってやっぱやばいね、もうなんか本田翼ってなんか名前からしても可愛いもんね。さあ続きまして、僕がめちゃめちゃ最近推してる、僕がめちゃめちゃ最近推してる今田美桜すっぴんを見てみたいと思います、こちら。え、お前もそっち、やば、え、やば、え、これやばくない、え、なに、みんなもう化粧落としたら、いや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 、今田美桜って最近さ思ったのにめちゃめちゃ可愛いっすよね。いや、あと最後気になったのが吉岡里帆、いや最近やっぱ吉岡里帆も僕来てますから、吉岡里帆ちょっと調べてみました、こちら。ん、あれあれ、吉岡里帆、あ、違った、これファーストサマーウイカだった、こちら。あ、でもこれあれかもしんないわ、これちょっとあれかもしんないわ、うん、ちょっとあれかもしんない、吉岡里帆はちょっとあれすっぴんだとクマがひどい気がする。いや、でもそんなこと言ってらんないよね、そんなこと言ってらんない、僕はそんなこと言える立場じゃないですから、僕はあのブサイクとかそういうの言っちゃいけないと思いますから、あのそういうのはやっぱ良くないと思います、可愛いです。はい、てな感じで皆さん、芸能人のすっぴんいかがだったでしょうか。やっぱり橋本環奈は全部が可愛いんだね、全部が可愛いんだね。はい、ということでいかがだったでしょうか。皆さんぜひぜひ感想とかね、橋本環奈やっぱ可愛いよなとか、ぜひぜひコメントお願いします。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。バイ。